ハロー皆さん、こんばんは、プチプチです。今回ですね、新しく新武器が出ました。その名もなんだっけ、名前スクイックリンアルファ、スクイックリンアルファ、ちょっと待って、スクイックリンアルファ、こちらの商品はなんとスクイックリンアルファ、スクイックリンアルファでございます。なんとこのお値段、なんとこのお値段は1280円とか、なんかね、まあテレビ番組のあのショッピングとかで発売されてそうな、もう洗剤だよね。うん、ではこの洗剤を使って今日はお風呂の汚れを落としていきたいと思います。っていう企画は別の番組でお届けします。今回やる企画はですね、なんとこの武器を使ってサッカーをしたいと思います。皆さん、はって今思いましたよね。これシューティングゲームだろ。おい、これアクションゲームでもサッカーゲームでもねえよなあ、エロゲーでもねえよ、これシューティングゲームだからと思った人今いましたよね。大丈夫です、ご安心してください。ボールはありません。では早速サッカーをやっていきましょう。まあ実はですね、スプラトゥーン体験版の時にこのコーンちゃんがなぜかサッカーボールの役割をしてくれましたね。こうやって動かして、ではサッカーをやっていきましょう。ピッチャープチプチ、あ、待って、それ野球だ。ということで早速蹴っ飛ばしていきたいと思いますが、足が非常に弱いため、蹴っ飛ばすのではなく、まあこのね、洗剤を使って綺麗にゴールに入れたいと思います。さあやっていきましょう。行くぜ、このぐらいの距離から助走をつけてシュート、ゴール。これ動画では面白いかもしれないけど、普通に実況しててあんまり面白くないな、これ。さあお次はこのぐらいの距離から打ってみたいと思います。あいつだね、意外にキーパーの役割してくれてる。さあ行くぜ、助走をつけてシュート、ゴール、イエーイ、いいね、気分は爽快。少しじゃあ難易度を上げてみます。このね、坂道を越えて、崖も越えて、ポニョのいる世界へと、いざなっていきたいと思います。もう冗談はさておき、じゃあ早速行きましょう。ここからシュートしてみたいと思います。ゴールがもう見えないね、見えないのに頑張って打とうとする、その強さ、その心の強さ、僕は高く評価したいと思います。まあ20点ぐらいかな。うん、いや、見ればいいじゃん、ゴール見ればいいんだよ。なんで見ないで打とうとするんだよ、見ることって大事だろ。いきます、助走をつけてシュート、ゴール。いやー、ちょろいちょろい、ものすごくちょろいわ。ね、サッカーってさ、こんな簡単だったっけ。確かに11年間ぐらいサッカーやってたけどさ、リアルでこんな簡単だと思ってなかった、スプラトゥーンでサッカーするの。そしてではちょっと、もうちょっと難易度を変えてみました。今度はですね、なんと もはやね、もう違う高さにボールがある。もうこれは稲妻イレブンのね、技名、もうファントムシュートとかね、トライ、なんだっけ、トライアングルなんたらみたいな、なんかあったよね、なんかトリプルなんたらみたいなやつ、名前忘れちゃったね、稲妻イレブン結構昔だからさ覚えてないわ。ということで、じゃあこの高さからゴールめがけて打っていきたいと思います。いや、蹴っていきたいと思います。じゃあ助走を最初つけて、よし、いくぞ、いいか、1、2、3、いけ、やったー。どうだ、無能なキーパーたち、お前あれだろ、キーパーじゃなくてもうあれでしょ、カバディの選手でしょ、横移動しかできてないよね、カバディみたいなね。なんだお前、競技場間違えてるぞ。
ということで皆さんどうでしたか、この新武器、マジックリンではなくて、スクイックリンアルファ、スクリックリンアルファ、オッケー、スクイックリンアルファ、スクリックインファルファ、スクエク、あれ、スクイックリンアルファ、スクイックリンアルファ、よし、スクイックリンアルファ、スクリックインファルアルファ、スクイックリンアルファ、よし。ね、この新武器のスクリックリン、スクエニア X、スクイックリンアルファ、どうでしたか皆さん、この武器。ものすごく、使いどころがあったでしょう。まあね、本当はこういう使い方いけないんですけど、まあ実際に使ってみて、サッカーなどにも使えます。まあ家庭でもね、奥様方が非常に使いやすいということなので、今回レビューしてみました。まあ普段使っていらっしゃるマジックリンやら、他の洗剤などに比べて、ものすごく汚れが目立ちます。なので絶対にキッチンでは使わないよう心がけてください。ということでまた次回、いろんな武器でサッカーをしてみたいと思います。もしこの動画が面白いなと思ってくれたら、チャンネル登録と高評価ボタン、Twitter の方、フォローよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね。